はい、たくまんです。今日はですね、僕が古文の受験勉強で使ってきた参考書問題集を全てご紹介したいと思います。もうスパパパパパーンとスパパパパスパパパパーンといきますので、よろしく。今日ご紹介するのは全部で5冊なんですけれども、これもですね、僕は現役時代ほとんど勉強してませんでしたから、ゼロからのスタートでもこの5冊浪人時代1年間しっかり仕上げていったっていう感じです。これからご紹介する5冊はご紹介する順番にこれもやっていきましたので、一つ順番もね、参考にしてみてください。これもね、なぜかね、後輩にあげちゃったんですよ。だから手元にあるのは1冊しかない。ごめんなさい。そんなタックマンになると思ってなかったからさ、当時。こうなるってことは分かっていればさ、いろいろ残しといて、もう本当に全てね、ちゃんと。ということで、早速、行ってみよう。まず一冊目ですね。もう古文の基礎って言ったら、やっぱり単語と文法、その単語で使いました。こちらです。ゴロゴロですね。もうこれはですね、この誰だっけ、ルパン。ルパンじゃない、誰こう、ガッツ石松みたいなやつ。あ、ゴルゴだ、ゴルゴ13。あ、ゴルゴだからゴロゴにかけてるわけ？はぁ、今春が来て君は綺麗になった。これはね、何がいいかっていうと、まずその語句の多さですよね。565で、他は見ると、まあ、マドンナだったら230とか、あと桐原のだったら315とか、まあいろいろあるんですけれども、純粋な見出し語でいくとこれが一番多いということで、かつね、ランク分けされてるんですよね。 ABC に分けられていて、まあ、だいたい A が205で、 B が205、 C がその他みたいなぐらいだったかな。割合はそれぐらいで分かれていて、なので自分の必要なレベルまで学習ができると。で、これはこの名前の通り語呂で覚えるんですよ。あからさまなりっていう単語に関しては、あからさまではついちょっとということで、あからさまはついちょっとって意味になるっていう感じで、まあこうやって語呂でね、覚えられるんですよ。で、僕は最初は語呂で覚えるってなんだと、なんか英単語とかもあるじゃないですか、でもあんなの覚えらんないだろうと思ったんですけど、古文単語に関しては結構良かった。あとね、これはまあ賛否両論あるんでしょうけども、まあまあね、この板野先生ですか、東進ハイスクールの下ネタ好きなんすわ。それがね、良い。だから、なんかそのインパクトがあるんですよ、純粋にね。インパクトがあって、結構覚えやすい。で、面白いのがね、下ネタの語呂に関しては、ハートマークがついてるんですよ。例えばね、このページ、このハートマーク3つもありますよね。しつこくすると濡れるとか、ビンビンなしでは不都合だ。私ちょっと何言ってるのかわからないんですけど。もしかしたらピュアな方にはね、ちょっと向かないところもあるかもしれませんけれども、まあインパクトがあるので結構覚えやすくておすすめですね。で、巻末を見ますとね、結構古文の常識だったりとかですね、あと敬語の使い方とかですね、助動詞の見分け方なんかも簡単にまとめてありますので、そういう意味でも一ついいかなというふうに思いますね。で、覚え方に関してはもう英単語と一緒で何度も何度も繰り返す。できないものに関しても何十種もする。それにつきます。そして先ほど単語と文法が基礎だと言っていましたけれども、ゴロゴと並行してやっていた文法の問題集というのがこちらです。河合出版から出ている古典文法基礎ドリルです。で、こちらは中開いてもらったらわかると思うんですけども、助動詞の活用を埋めていったりとか、その活用を変化させたりとか、文中でね、だったり敬語を尊敬なのか謙譲なのかっていうのを選んだりとか、まあそういうふうな本当に文法の基礎となる部分、助動詞、敬語、大事な助詞とか、古文を読む上でもそうですし、実際センター試験で必ず出るような文法問題で確実に点を取れるようにするためには、まずこの文法のドリルっていうのを完璧にするっていうのが一つ基礎作りとしては重要になってきまして、僕はこのゴロゴと一緒にこのドリルも並行して初期の頃に進めて終わらせました。まず文法何していいかわからないなって思ってる人はね、ぜひね、このドリルを一冊完璧にするとまた全然変わってくると思いますので、おすすめです。で、ここから紹介する3冊目、4冊目、5冊目がもう実際に問題を解いていく問題集になってきますけれども、これもね、シリーズなんですよ。まず3冊目が Z 回から出ている古文上達、そして4冊目が古文上達の発展編、そして5冊目に使っていたのが同じく Z 回から出ている最強の古文、この3冊を解いていきました。
といっても、まあ、何週も何週もね、するとかではなくて、これまで学んできた単語、それから文法、しっかり終わってますので、その基礎を、じゃあ今度は文章の中でいかに活かせるか、そして問題をどういうふうに解いていくのか、っていうのをですね、問題演習をこなす中で掴んでいくために、この3冊、まあ、1日1台とか、まあ、2日に1台ぐらいのペースで、定期的に解いていくことで、最後までね、古文の幅広いレベルに対応して、やっていきました。現代文もそうだったんですけども、僕はこういう、やっぱり一つの出版社から出ているレベル別のものをシリーズでやっていくと綺麗に網羅できるかなというふうに思うので、まあ、あくまでね、これは僕のおすすめですけども、Z 界に限らず他の出版社でもいいと思うんですけれども、一つのシリーズっていうのを高いレベルまで進んでいくっていうのは一つおすすめかなというふうに思います。僕は本当にやってよかったなと思えるものばかりでしたので、まあ、参考程度にはしていただきたいんですけれども、皆さんもね、ぜひ取り組んでみてほしいなというふうに思います。また、漢文の受験時代に使っていた参考書問題集は今度シェアしますので、チャンネル登録をしてお待ちください。それでは今日はこの辺で、バイ。